皆さんこんこにちはす自分で言っててなんか恥ずかしいバカバカしく思えてキャってなったところで本日はこちらジョイサウンドのシャインジョイオーディオだったまことにピエンピエンでございます ジョイさん。<laughs> ジョイオーディオ。ジョイオーディオの社員です。こちらをレビューしていきたいと思います。いや、まじは無意識だったわ、本当に。では、ひもじ、よろしくお願いします。三日月。三日月。何三日月三日月。えー、仮面をかぶっているので大丈夫なんですが、私はここに今三日月があります。 あ、そういうことも、ね、マークがね。マークが。えー、寝ておりましたら、なんか頭の上でゴソゴソと音がし、えー、痛っ,ってなったら、えー、よりさんが、え、出窓に上がろうとしたら、ハッチに邪魔をされ、落ちてきて、ここをゴリってやって、痛っ,って言ったけど、寝てたんで、寝まして、起きて、痛いな、 触ったら血まみれです最悪だねー。で、<laughs> ここに三日月の傷がついてますよ。ホラー映画、ホラー映画みたい。えー、こちら多分ね、ジョイオーディオでね、J-O-Y-O-D-I-O って書くんですけど、よ、わかんないですよ、読み方。ジョイオーディオでいいと思うんですけど、社員。ええー、リンソールさんからの提供。やべえ提供を間違えるっていうね。ちょっとね、まだね、はめてもらっちゃ困るんだよね。あそうだ、ね、ちょっと待って、今確認するからさ。<laughs> いやー、リンソルさん、失礼いたしました。えー、今、あれだね。うん。まずこれ、ちょっと、すいません。んこちらですね。えっ、ー、と、7ミリのデュアルキャビティダイナミックドライバー。これね、平面駆動ドライバーと従来のダイナミックドライバーの長所を組み合わせた7ミリのデュアルキャビティドライバーで、それにバランスダーマチュアは2発。BA2 はそのハイブリッドです。3発ですね。だから DD と BA2 で。 で、純道と純滅、銀滅軌道,道の8個は発信のケーブルで、なんとこちらですね。えー、っとね、忘れました。ちょっと手ないどいてください。今日何を開いて。開たのかなて。い,ていや、まさかすぎたわ。あの、ちょっと私一生懸命弁解する。<laughs> リソールさんに <laughs>。 私はちゃんと見たものを言ったつもりでいました。まことにピエンでございます。ただいまです、えっと。こちらですなんとですね、まあ、ヒディスにもあったんですが、イヤホン自体にですね、あさっきの4つディップスイッチがついてます。<ー>これはそうなんですけど <laughs> まこれには、ポップ、クラシカル、R&B、ロック、ハイファイ、スタンダードってあるんですけど、基本的に、リップスイッチ1が、低音上げます、オンで。で、2が高音です。で、3が超高音です。で、4が、全体を、っていうパターンで、みやびに、まず、好きな音でチェックしてもらえないといけないので、まず、スタンダードからちょっと、コールドプレイで聞いていきますが、はい。 3 5ミ、mm、リシングルエンドのケーブルなので。はい。それを刺しまして、まずディップスイッチ1、スタンダード。全オフです。全オフの状態で聞いてもらいましょう。音量上げてほしい。うん。おおはい。はい、貸して。 <左>両側ね次はですね h i フ f i えー、っとね、うん、4全部上げるやつだけをオンにします4をオンにしますはいはいはいこれでもう一回コールドプレイいきます OKOK <Okay. S 2> <Okay? S 1> うんあ変わるあこれもいいなはい 次、R&B。こちらはですね、定域を上げます。今の4上げの1も上げます。定域の置を上げます。はい。はい。なので定域が増えると思います。はい。はい。でもう一回。です。もう一回息かけます。おおはい。 で3番目がですねえー、っと R&B とロックなんでえー、っと違うそれやったんだよね今ね次クラシカルイ、はい、上げですね、はい、今の1番を下げて定期カットして超広域と全域を上げるクラシックっていうねクラシックはハイが命になってくるんでね基本的に HD800 とかもそうですけどヘッドホンですけど 上げですよ <laughs> いしょ OK 多分みやみが嫌いだと思いますおあ、でもでもおおお、うん、はいで最後が全上げです全上げします全上げあげたまごええな、ね、全 これボールペンの先でもできますけど、まあかんか爪楊枝でもいいんですけど今精密ドライバーでやってますけど OK ーーこれ全員上げですうわ悩むな待ってはいはいうわ悩むな 4一上げと全上げどっちか悩んでるうんだろうね R&B とポップだね全部だね,ね今回は4一でいく4一ね薄 <laughs> いと思ったんだよねマジまあ基本どのモードにしても音はいいんすよそうただ変わるんですよいいまんま全部違う、ね、ちゃんと変わるんですようわこれいいな アイカルずリンソールさんは謎な、初めて聞くメーカーなんだけど、謎なものを送ってくるけど、うん、自信あるんだろうね。素晴らしい <laughs>。待っていいな。はい。はい。というわけで、アップルミュージックアップル AC ファイルで聞いていきます。えー、っと、ディップスイッチの設定は、1、低域上げ、4、全域上げ。これはね、っと、メーカーは R&B やロックで使ってくださいという設定になっております。それでいきます。ブラックピンクさんで、ラブシック・グルールズ あれあーやっぱいいな合うな k イ p o p も走りも感じやすいし空間も広くてボーカルがすごい伸びがいいはい、えー、平井大さんです「スタンバイ・ミー、スタンバイ・ユー」しかも聞き疲れもしないっていうのがいい。 でもちゃんとアクセントがあるから飽きないようなサウンドに化ける。はい。マニマさんでともに。うん。ああ、でもバンド迫力あるし、こう抜ける感じが合う。マニマさんに。はい。EDM ノートでダンスミュージック。<laughs> ああ、EDM もね。はいはいはい。合う合う。 あのー、すごい強すぎない転域がちょうどいい。で、中高域と混ざり合った瞬間がすごいもう、うまくこう全体が広くなった感じがして、合う。はい。えー、ホワイトスネークスさんです、スティルブ・ザ・ナイツ。あー、ギターのギュイーン気がいいよね。ハードロックもちゃんといいね。迫力あって。 なこの歌って、このくらいの余韻が欲しいんだよね。はい。ぴったり。菅田正樹さんで間違い探し。ああ、いいねーこれも。うわあ。ぴったり。はい。綾瀬さんで夜なでる目のああ、いいね この曲は聞き疲れがしない <laughs> おおはいサマーウォーカーさんで「カルマ」ああいいねいいね女性ボーカルはこう抜ける感じがめちゃめちゃあっていいはいアニタ・ベイカーさんで「ユーブリング・ミー・ジョイ」うわ いいねーあーこれは落ち着くわお昼に聞きたいなのんびりとはい「コールドプレイ b t s でマイユニバースうんうんもうこれは前に出る着力あるしはいはい感想をどうぞいやーなんか

なんかこう落ち着くときもあるし、なんかこう丸みがある感じになるし、なんか全部が全部、それぞれの良さをちゃんとなんか最大限、むしろ以上かな、ぐらい発揮してるような音に化ける。うん、すげえ。あの、ファーって、良すぎてファーってずっと本当に言いたくなっちゃうよ。ですかはい。あのね、多分編集したら、編集中に見たら分かると思うんだけど、うん、もうずっと顔がね、今回はにやけた。そのぐらい良かった。 リップスイッチで変わるのも面白いでしょ面白い、うん、何に変えても音いいんですけどね、うん、じゃあ僕のターンですかはいじゃあ僕のターン行っていきますええ背広域はですねカリッとしているんですが角は丸い広域でクリアで抜けが良くて解像度も高いですでシンバルの金属音はちゃんと金属音として鳴っている広域ですでミッド中域は あの、ボーカルがきちんと前に出てきて、若干ハスキー系なボイスに強い感じで、ブレストがよくつかめます。で、オケの分離は良くて、伸びとツヤも厚みもあります。定位感も普通に良かったです。で、ロー低域はね、サブベースもミッドベースも良くて、ベースラインはもう小気味よく疾走感もありました。で、バスドラムのキックのアタック感もいいし、キレもあります。 で、ギリギリ重低音が出る感じです。これディップスイッチの設定によります。定期上げれば出ます。で、空間は、というか音場音上は左右に広くて上下は若干広いです。で、空間は中域が横に高域が上に伸びて広がる空間になっていました。でね、まあサウンド的にはね、まあ僕はディップスイッチすべて オン、スタンダードが一番ちょっとあれかなっていう感じで、全部全下げですね。で、全上げで聞いた感じと、やっぱみやびと一緒で、えっ、ー、と、1、音上げが、まあ一番バランスストレスでいい音かなっていう感じですが、クラシック聴く方とか、透明感あってクリアで、広域が抜けてて綺麗な音がいい方は、3、4上げをやると、うん ククラシック設定ですねすごい透き通っていい音になるのでまあサウンドの傾向としてはそうっすねまあフラット系にもなれば中高域メインにもなるしドンシャリ系にも持っていけるので、うん、まあ何にでも化けていいんじゃないかという感じなので、うん、サウンドの傾向は一言では言えません。 が、えー、透き通って透明感のある結構いい音で、若干感触よりですね。透明系なんで。なので、ウェットってよりかは、ちょっとドライ系な感じの音ですが。で、なんだっけ。えー、っと、EDM 系ですね。EDM 系聞くと、重点音がズンズンまでは出ないんですが、きちんとキレと厚みとアタック感のあるビートと、空間を感じられる中高域なので、楽しめました。 で、ハードロックやメタルは、もう中高域が綺麗なんで、歪んでうなるギターとか、ボーカルの激しさもきちんと表現できていて良かったです。<laughs> で、R&B とかバラードは、男性ボーカルより女性ボーカルの方がいいかなと僕は感じました。で、ボーカルもきちんと聞かせてくれて、で、空間に、あと余韻ね、共にいいので、十分に楽しめると思いました。あと、 ピアノのアタック感とキレがすごい良くて、で、ピアノの音的には小室さんのピアノのような音まではいかないんですが、あれぐらいの硬いピアノの音が出て、まあ僕は、僕がね、配信の時はわざと小室さんっぽい音に、ピアノの音チューニングして出して、聞き取り,き取りやすいっていのもあるんだけど、まあ僕はの好きなピアノの音でしたね。で、まあ、ちょっと感触寄りな音なので、まあ、 とってもあったかいウォーム系とか、重低音系が好きな人にはおすすめしないかなと言った感じです。が、ディップスイッチで、さっきも言いましたが、ドンシャリにもフラットにも中高域メインにも変更できるので、好きな音にチューニングできてしまう。全体的に、えー、5個音変えられるの。5種類に音変えられちゃうんで、うん、1>, 1本で。あ面白いなぁと思いました。なので、 自分が好きな音を4つあるディップスイッチの組み合わせで作れるのがチューニングしてるみたいで楽しかったです。だからいろいろ、これね、推奨してないのが2位上げて4位上げるとか、そういうのはメーカー推奨してないんですよ。だから自分の組み合わせをやってみるのもありなんですそれはマニュアルに書いてない好きな組み合わせでやってみると、チューニングしてる気になれると思います。4つもディップスイッチついてるんで。 というわけで、<laughs> 面白いイヤホンでしたね。うん、初体験でしたから、うん。よかったね。はい。で、イヤーピースの質、あ、で、あとあれですね。提供なんで。開けときましょう。はい。箱を開けるとですね。<ー>いいね、質感が。質感いい。こういう開き方する箱が入ってまして、えー、説明書を取ると、ほらうわ、いっぱい入ってる。イヤーピーがいっぱい、2種類入ってるんですけど、好きな音がする方を使っていただいて、で、こっちに、えー、っと、 ケーブル等が入っていたんですがみやびちゃんのチェックポイントポーチああ綺麗綺麗な革のロゴなしロゴなしじゃんそうなんですで中にポケットもついてますえ、はい。今日一声で買う私それねいや素敵ロゴなし素敵さあ誕生日プレゼント第9弾になるのでしょうかう<わ>リンソールさんからそれは最後はこの人が言うと思いますがはい、うん、ええー、なかなか高級ですああ、うん、いい、ねはい で、ディップスイッチも面白いですね。なんかずっと思ったのが全然関係ないけど、このパッケージが、ブラックパンサーの、ああ。にすごい側面だよね。でもあれだよね。筐体のデザインもいいしね。うん、すごいおしゃれブラックパンサーっぽくて。うん、こんな感じですから。すごい素敵。<laughs> これ拡大写真。じゃあ気になっている値段ですね。うん。まあ高いっすよ。ですよね。うん、えー、ジョイオーディオだと思います。社員 アマゾンでなんと売っております。1万520円です。いやいやいや、高くない。高くないんす。ちょっと高くないんすよ。<laughs> 高くない私なんか3万ぐらい覚悟した。しないんです。安いんです。多分円安だったら1万切ってます。<laughs> なので、まあ1万円と考えてください。はい。というわけで宮びさんに聞いていきましょう。宮びさんは Joy Audio、社員、アマゾンで 一万五百二十円です。買いますか買いませんか買いますなるほど。ね、食い気味に行きてない。<laughs> いやー、よかった。なんか今日、久しぶりかもしれない。ずっとこうやって、うん、あの、レビュー中に笑顔が終わんないのは。うん、そのぐらい、めっちゃよかった。これはすごいよ。いいよ。うん、いやであの、 全然関係ないけど、ポーチにもっと心ばれたあ<ー>、うん。音の良さのプラスのおまけが、女子とおまけ好きじゃん。うん、そのおまけがめっちゃいいじゃんっていうので、よりちょっとね、惹かれました。多分これ皆さんも知らないメーカー製品だと、俺も初めて知ったんで。うん。なんだこれってアって、マンあったんで。これほんといいよ。うん、はい。では、ひもじ。はい。乗ーディオの社員。こちら、売りますか、売りませんか。売りまーせん。<ー>だって、ディップスイッチ、ね。 4つ付いてて、自分の好きな音をチューニングできて、うん、ジャンルや曲に合わせたり、気分に合わせたり、自分の好みに合わせたりといろいろできて、ディップスイッチでピンピンってやるだけなんで、うん、すぐなんで。で、基本的なポテンシャル高いので、まあ、とっても面白い試みでいいなうん、うん、こういうの増えてきても面白いかなと。うん、音度管で変えるとかディップスイッチもピンピンピンって、だからディップスイッチが5個あったらもっと音変えられるから。<ー>完全にチューニングの世界に入ってくんで、うん で、有線って EQ 使えないから、あの、アプリとかそっちの、以外は。うん、イヤホン本体で EQ できちゃうっていうのも面白いなぁと思う試みなんで、あと価格をかん、これ3万ぐらいしてもいいと思ったんで、ぶっちゃけ。本当に思う。最初聞いた時、値段もわからなかったんで。うん、ビルドクオリティも高いので、価格を考えても全まあ僕はこれおすすめっすね。うん。うん、いや、本当にこれは。というわけで、あとはみやミがどうするか、ね。 誕生日プレゼント第9弾かな。えー、なるかどうかは、あれ,あれ、リンソールさんから結構もらってたって、ね。そう、目がるですね。うん。しときなさい。お得意の。リンソールさんの本社を向いて。どこ,どこにあるか知らないけど。<laughs> 上向いとこうかな。というわけで私は、えー、リンソールさんありがとうございます。ありがとうございます。ういますていうかまた全勝じゃん。いや、確かに。いっぱいもしてないですよ、こんだけ送ってきて。なんか、 すごいね。すごいね。チェ、うん、リーン・ソウルさんはね。全勝街道マシン、ガクとかっていう。あ、確かに格付け。すっげえな。というわけで、私は今日の主役。はい。まず、まあ皆さんがね、多分気になっている。 ところでありますが。まあもう今日の反応を見たら分かると思います。なんか、もうこれは本当に、もう私は勝手にリンソールさんからのサンプル第9弾としてお持ち帰りしまーす。<laughs> いやーよかった。これあの、お家帰って、あの、最後に全上げの方もちょっともう一回ゆっくりと聞きたいから、それも楽しみにちょっと今日はね、お持ち帰りして、来たりたいなと思います。え、てか本当にね、なんか、リンソールさんがもう、なんだろう、う 出会った当初から良かったものいっぱい出てくるじゃん。だから、どん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 勝手に期待しちゃうんだよね。今回どんな音なんだろうみたいな。でぐらい本当に全勝中だし、マジでね、いいものばっかりなの。で、今回のこれはね、本当になんか自分でカスタムできる、いろんな音を楽しめるのに1万円っていうところは本当にすごいと思うしね。 いろんなヤビも入ってポーチもいろいろついてて、ここの値段って本当にすごいと思うから、皆さんにもぜひともね、チェックしてもらえたらなって思います。マジでよかったーとか早く家帰って、全員上げ楽しみたい。もうね、全然違うの本当に。だからもうみんなにもね、本当にね、この興奮をね、体感してほしいなって思います。まあ、そんな感じで。よかった動画も参考までにっていう感じです。今日も終わります。ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあねー。